事情を聞かせてよ。事情ですか。いや、うん、僕も聞いた話なんですけど、うん、まあ、聞いた話っていうか、僕と健太郎くんとケンさんと、うん、まあ、3人で飲んどって、うん、聞いた話じゃないか、おったんだ。最初おったんですよ。え、ご飯食っとって、うん、で、次どこ行くってなって、うん、で、僕、なんですか、コインランドリーに乾燥機回しとったもんで、うん、で、取りに行って、うん、急にめっちゃお腹痛くなっちゃって、僕だけ。だってお前よくあるよな、そういうこと。お腹痛いってか。で、すぐケンさんに連絡して、ちょっと僕今日やめときますって言って、うん、分かったよって済んで、もう一軒行くよじゃないんだ。そうっす、うん、その店まで行ったんですけど、急にお腹痛くなっちゃって、僕も、うん、あ、行ったの。行きました。じゃあコインランドリー行って、で、そうっす、お前嘘だろ。いや、ほんとそんな店じゃないだよ、お前。ガチっす。で、コンビニ行って、やべえ、見て、うんこがやばいわ、つって、はい、でも、舌はスッキリするじゃん。いや、それが全然っす。もう下痢か。あー、飲みが下痢になるのも分かるけど。で、もう、やめときますって家帰って、うん、じゃあ次の日に、うん、ケンダル君から電話があって、うん、なんか、体調悪いから休んでいいみたいな。うん、いやいや、ダメだって、つって、あの時昨日飲んどるやん、つって、うん、どうせ飲みのせいでしょ、つって、うん、いや、飲みじゃないとか、本当に体調悪いって言って、うん、ちょ、じゃあ俺はいいけど、次の日トシ君と大型だったんですよ、うん、買いたいのって言って、トシ君に行ってって言って、うん、で、行きって、そしたらもうみんな集まっとって、ケンさんとかと、うん、ケンタロ君とケンさんが喧嘩したらしいよってなる。どこまで朝、いや、もうその夜にです。で、どういうこと、その、あ、休むって言って休んだろ、うん、いや、その日は休ましたんですよ。休んだんだ、結局。おー、ほんで、夜集まったってこと？いや、で、とりあえず行ったら、うん、行ったってどこ見たの？僕はドバイ行くじゃん、いつもケンタロ君の。そうっす。仕事終わってない？いや、朝っす。朝ケンタロ君から。どうなんだろう。待ってください、ちょっともう一回話させてください、もう一回話させてください、もう一回話させてください。それはシガンス、シガンス、シガンス。朝ケンタロ君から、でお前か、あの、お腹で帰ったんだろ。帰りました。で、次の日の朝で、ケンタロ君から電話かかってきて、休みたいだろ。でも、じゃあトシ君に連絡してって言ったんですよ、うん、で、僕いつもケンタロ君と2人で行くんですけど、あ、朝ね。そうっす、うん、で、1人で行ったら、うん、あ、そのリュウジ君、トシ君、ケンさんがもうなんかみんなが楽しい、まあ、おったんだ、朝な。もう朝、うんうん、おって、うん、ケンタロ君今日休みしねえとか言って、なんで休みなのみたいなこと話しとって、うん、いや、わかんない、最初不良って言ってましたよって言ったら、うん、ケンさんが話しとって、うん、まあ、喧嘩じゃないけど、うん、なんかちょっとは叩いたみたいなこと言っとって、ケンちゃんがちょっとじゃねえよ、あのおっさん、ほんと。そう、もうちょっとブチ切れたんだ。まあ、ちょっと我慢限界だったって言ってました。なんで、なんで。だから理由は僕も聞いてないんですけど、酔っ払ってわけわからなくなるから、あれ、ケンタロウ君ちょっとよくわからなくなるし、酔っ払われたの、記憶もないとか言うもんな、あいつ、いつも。おかしくないです。それはどうかわからんすけど、なんで、一回見たいね、あいつ酔っ払ったところ。俺は俺の前で出さんじゃん、あいつ。出さないです。どんだけ飲んでも酔っ払わんじゃん、あいつ。別にみんなが調子乗るんだろ、あれ。そうっす。うわぁ、楽しみだな、これ。あいつら、なんていうか。そうっすね。そう、垂れ込みが入ったんで、ちょっと一本動画撮ったろうか、あいつらのな。超さすね。うん、そう。で、ケンちゃん、ちょっと、うん、いや、で、僕もボコボコに殴ったって感じだったんですよ、うん、どうもで健太君休んだのに、ちょっとそれやりすぎですよって言って、健太君やってないよって言って、うん、ただ、長パンと叩いたぐらいって、長パンもやばいじゃん、ブスって言って、いや、まあまあ痛いだよ。で、健太君もやり返したの？いや、すいません、みたいなんだな。いや、まあ、僕も詳しく聞いてないんで、うん、あんま聞くと健太君にも悪いじゃないですか。なんで、別にいいじゃん。これ遠慮しすぎやがって、日本人かよ。日本人です。そう、遠慮しすぎなんだよ。まあまあ職人であるかな。しかも一番スパロンやってるやつはもうアドレナリンバンバンで頭おかしくなってるもんね。激やよな。まあ、そういうか、もう海賊みたいな仕事だもんな、こうなんだな。まあでも話聞いとる限りはもう間違いなくケンタロウ君が悪いですね。なんでケンタロウ君は何も事情聞いてねえな。なんか、うん、うん、それは本人から聞いた方がいいと思います。あ、マジ。やりました。ちょっとじゃあ動画一本撮ってみようか。そうですね。今日の夜あたり行ったろうかな。おるの？二人とも出そうな、今日。あ、います。ケンタロウも？います。よし、行ってみよう。はい。すみません。お疲れ様です。はい。ひげ剃ってやるし。おお。おめでとうございます。どういうことよ。ひげ剃ってやるじゃん。偉いじゃん。おめでとう。ひげ剃ったのか。はい。ひげ剃ったのか。ひげは大丈夫、入ってます。入る。はい。
一緒にするあれどれあれやもうお前管理やってるのにそんなひげ走ったかいやいやちゃんと毎日やったろ毎日とお前決まってんかもう今日何のために来た走ってる知っとるよ何なんか俺と健太郎の話だろ、うん、何やった何やるだろえいやそういう方なんか言ってたらな殴られたのかなちょっとでもケンちゃんいかんのさどうしてもあったでしょまたまあ俺は俺なりちょっといかんねえちょっとこれは注意だねまあまあ言えばあるねその聞くだけの話でさ、うん、またやりましたよって言われると、うん、はぁってなるけど、うん、俺は俺の言い分もあるね、うん、じゃあ俺はどんな言い分だろうが怒っちゃいけんのは人間はいや1回2回はまあさ、うん、目つぶるけど、うん、やっぱね最後の最後のやっぱ暴力ってのはいかんまあねそういやいやもう切り癖ついてきてるでしょいやそんなことはないよいや俺喋れるんだもんね、うん、いや俺は内容はもうあの興味ないしどっちの言い分もあるんだもんね結局どっちもあってほしいどっちも間違ってもんで、うん、だからそれは どうでもいいけど、うん、多分話し合うと、うん、話し合うっていうのが大事じゃないですかまあ確かにね、まあ、まずもう今日はその話はどうでもいいんで、うん、どっちがあってるか間違ってるのも言うつもないし、まあ、みんなで楽しくやって、うん、結果どっちも一生懸命また仲良くなってやっとるんでこれ、うんまあいいんですけど、うん、何があった何があったで、かんなに経緯を聞くってことそれ、ネタだもんどうだもんあんまり興味ねえけど聞いてあげるわネタだもんまあまあ飲んでる途中から、うん、ケンタロウもあんま酔っ払っててで、次行って、うん、で、ショーが帰って、うん、で、ケンタロウと俺と会計の時に、うん、俺こんだけ入ってると思ってちょっと足りなくて、うん、ケンタロウはもうベロベロで、うん、僕もう呼んだからって言って、うん、嫁を、うん、いいっす金持ってこさせるんでって、うん、そうすると俺の中では、うん、また嫁との喧嘩になるなと思って、うん、まあ線でいい線でいいって、うん、って言ったんだ、うん、でまあかそれで終わりました、うん、持ってきたんだけど結局嫁がな、うん、お金をな、うんうんうん、でまあ覚えてるその時いつも覚えてないけど覚えてないで毎回言うんだその前にもう伏線があったのね、うん、その前に飲んどる時から、うん仕事の話で、なんかわわ食ってかかっとったの、うん、ずっと、ショーにも飲んどって最初に、ショーと、俺と、ケンタロウと、うん、飯食っとってで、その時になんか、ショーとケンタロウが仕事の話になって、うん、なんとかかんとかってなって、わってなったんだで、会計になったらいくらですってなって、うん、で、10分ぐらい前に、うん、金取ってきますって言うもんで、うん、いやいや、もうそれいいよいいよって、俺ら今持っとるでって、うん、立て替えればって、いやいや、俺金持ってないわけじゃないから家に帰るあるからだから今は家に帰るあるかもしれないけど今は持ってないからああじゃあ明日でいいや無事うん何です家はいいなんて今家に帰らないもんでじゃあ俺が出すって言ったから立て替えてもらっていいですかっていや俺金持ってるからとかずっと言うんだってやっぱりくれんだうんでそういうのの伏線があってまたそういうふうに言い出したんだわ、うん、俺金あるから持ってるからとか、うんだからさ、その時も揉めたじゃんつって、うん、もういいじゃんつってその時も揉めたんだその時も、言い張るもずっともういいって、俺ら払うからいいってって、うん、もし気持ちがあるよ気持ちがあるなら、明日、うん、ごめんねつって、うん、3割するのか、うん、その戦えた分を、うん、グリアいいわつって言っとんのに、うん、まだ俺持ってるからとかってずっと言い張るからそういうのもずっとあってお前だからおかしいんじゃねえのって言ったら、うん、笑ってなんか俺こうやって真剣に喋ってるじゃん、うんもう茶化すようにふんって笑ってるもんでそら笑ってきてお前しかってなってああまあ手出したのが悪いよああ手出したからねうんでそういう話で、うん、なって覚えたいや、ないですなんだお前お前の言い分はあるいや、覚えてないんだけど覚えてない覚えてないって覚えてるだろお前いや、本当に覚えてない覚えてないんだよ飲むんだよ酔っ払うとひどいね、健太郎そんなに記憶がなくなる前に飲むなお前なんてやってんの全然覚えてない何が覚えてたのいや待ってます何で知っとったの何が知っとったのいや聞いたっす何マジで、はい、そんなにかんなお前そんなんばっかだね最近、うん、その後どうしてもなんかまあ殴ったかどうかは知らないいや殴ってない、まあ、いやいやったんでしょまあでいないからさ言ってもいかんけどうんまあまあ俺は俺の中でいやその話は今日はいいんですけど、うん、じゃないけどだって俺はとしきの2人で揉めたんでしょそれで表に2人で出て、うんうん、あのいいんですよで俺はケンちゃんそれも言ってあるね、うん、やっぱケンちゃんやっぱ年がいっとるし、うん、はっきりしとるし、うんね、意見としては会社はこういうふうにした方がいいんじゃないかっていう意見は、うん、で俺はそれいいけど
出し方、その中学生みたいにてめえこらってやっとったら、どんだけそれ言うのはいいけど、やっぱ癖でしょ。それが当たり前やっぱなったらあかんもんで、うん、俺はもう経営者としてケンちゃんに言うわなことは、うん、やめてもらいたい。会社じゃないよ、それをだよ、うん、そうな、ね、そういう時じゃあ冷静に話さ、うん、それはほら、うん、もう内容はどうでもいいよ、うん、どっちが当たると思うんじゃない、どうでもいいよ、うん、俺さ先ほどの席だもんで、ね、関係ない、どっちもあらないし、別に大した話じゃないじゃん、聞いておると子供のなんか、夫婦の違い、喧嘩レベルじゃん、うんだけど、まあ、それを出てやっぱさ、切れて表現しとったら、うんうん、子供だもんね、うんうん、抱きとかあるんじゃないですか。いやそれはやっぱ話し合いなのに、まあ、外出てってもいいもんね、前はもう出よう前って気分悪いでって、うん、僕はありますもん今、うん、まあ、ちょっと偉いで先帰るわとか、こいつでしょうみたいなと思ったらちょっと風邪ひいたり帰るわとか、まあ、あるもんね、まあ、俺ばっかがなんか大人びったようなこと言ったらあかんけどまあだって表現が悪いな。いや誰も得してないもんね。そうそう、ケンちゃんもそうでしょうし、本人もそうでしょうし、で一番はそう、おった人たちが何この会社って何の新しく来たやつだから、いるとはあいつは新しいやつだね、あなた名前がそうか、僕はマッチ、はい、嫌です、僕食うに一番嫌です。だからお金の問題もそうだし、うんうん、揉めるのは嫌です。確かにそうだもん、ね、ほんただの無法者の会社になっちゃった、うんうん、ね、それは違うもんね。はっきりお互いに言って、あこいつは男っぽいな、男らしいな、かっこいいなっていうのと、なんだろうなってさ言うのはもうちゃうもんね、うん、俺はそう思うけどね。そうだね、そう思いますよ。表現の仕方が悪い、そうそうそう、表現があんまりそうやって言ったら無事言うよね。そうそう、自分がいっぱいになってるから、これ以上はもうバーンってなってるんだもんね。だけど目的って相手を変えさせることが勝負だもんね、うんうん、相手を追い込んで黙らせるのが勝負じゃんね。そうじゃないです、まあ、俺のはそうじゃん、みんな経営者だから、俺が来たらみんなビビらせるのが俺の仕事だよね。みんなの行動変えるのが俺の仕事だもんね、うん、どうなっても何も変わらんなと思って、俺結構あんな怒らんじゃないですか、思ってるの見たことないよ、あないでしょ、ほんとに、まあ YouTube 上ではね、キャラ全然想像と違ったでしょ、はい、毎日ブチ切れようかなと思ったでしょ、全然キレイでしょ、はい、たまに女の子がおっぱい探しけんもんね、怒るときあるけどもうバーるかなと、ちょっと探さるとあげーって思ったときあるけどそうですよ、それも嘘ですよ、視聴者の皆さん、だからそれやっぱ喋れる人なんだから、ケンちゃんがだってショーとかリュウジは全然喋れるでしょ、あしゃーね、コミュ力あるでしょ、はい、ね、でありがたかったじゃん、やっぱ会社入ってきた時に、あ最初のそうですね、はい、ぶち切れるんだからやっぱそこで終わっちゃうもんね。それはあのトシ君にとかリュウジにとかケンタロウにじゃないもんね、他の人からもそういう評価なんで、松田君もそういう評価してほしい、うん、あの新人もそういう評価してほしい、俺にも何かあったら最後にいっぱいいっぱいになったら無事言えてたっていう評価なんだね。じゃあそうでしょ、本当まあね、うん、今はそうだな、もうそうだね、まあ、自分のね胸でやったら本当そう思いますよ。だからそんな人間だったら多分人こんなについてきてくれてないもんね。やっぱ切れへん、まあ、話し合う、こうやって嫌なこと言えるって、うんうんうん、じゃないですか。健太が言い回るさ、お前弁明なんかあるな聞いた人、うん、ないです、ないのに考えろってお前弁明これから酒飲みから気をつけますとか年間持ってますあのあれお酒の飲み方を考えて控えめに飲みます。決まりました、まあ、頑張りましょうか。もう俺深呼吸するわ、切れそうになる前に深呼吸する。そうそう、でもうまあ、してや、まあ、もう一個厳しいことでした。自分より弱いやつとかね、そうですよ、私相手になれたもんね、言ったもんよ、厳しいけど。そうかな、でそうそうじゃん、知らんところで嫌くせからのやったら俺また頑張っとったら、うん、ああ健ちゃんかっこいいなって言うけど、これはさ、トシ君とかさ、こいつは優しいんだからさ、そういう人間に切れて、手出し物分かっとる人間にやっとく。そう。と思いますよ、俺は。そうかな。俺は自分が散々人に切れてきたから分かる。人間はそう簡単に自分より怖い人間に切れんで。うん、いや、それは知らん。まあ、まあ、現状な、うん。そう。今の。慕っとるし、見る分かっとって、あこいつらね、年下で、バーンってやっても、まあ、それは何ともならんわって。分かってやっとるよ、人間は。本能的に。と思います。だからも胃の中のはずじゃ困りますわ。ないし。ちょっと最近目立つな。まあでも、まあ、みんなが慣れんどる、まあ、結局、ケンさんに。ケンさんになれなみちっていうか。まあいいことじゃん。で、それケンちゃんの力だと思うよ。僕はでももう、それもちょっと気になっちゃうんですけどね。ケンちゃんに、ケンちゃんって言われて。多いとかな。ショーもそうだよね。タメ口じゃないけど。だから、場はいいんですけど、飲んで喋るんですけど。うん、
まあ、仕事中でも普通にタメ口使ったりするのそれはちょっと違うんじゃないかなみたいなね。そこはもうケンちゃんが持ってきたし、まあ、そこはケンちゃんも自分を高めていかないよね、うん、それがもう別にタメ口でいいわいいや、うんうん、まあいいだろうし、俺はやっぱりあの、まあ、仲いい社長でいたいけど友達になるつもりないもんみんなと。だからコメント欄たまにあれるじゃん、俺別に友達じゃないもんみんなと。だからそうじゃん、俺、まあ、俺はいい空気感作っておいて自分で思ったんですけど、うん、だからもったいないよね、うんうん、力あるのに、うんうん、自分で真似てるよね、感情に任せて、まあね、だけど俺は本当にそれかっこいい子じゃないんですよってこと言って、また健太郎に消えてない、また投資君に消えたって、振りかぶりに消えんし、言いづらいところには消えんし、もう社長に消えるや、違う違う、それは違うよ、うん、その消える消えんは、うん、それは違うわ、うん、ゆうじと喋っとってもさ、はい、皆さん、視聴者の皆さん、お疲れ様でした。まあまあちょっと半分動画でちょっとネタにしてちょっと大げさにしてますけど、まあ本当にね、毎日一緒に汗流しとる人間なんて受けこういうのがあるんかなとは思うし、まあ本当にきつい仕事だよね、この仕事はね、本当にきついでしょ、きついです、うん、そういう仕事で毎日汗かいとるからこそ、まあ、家族以上にしようしね、十何時間一緒にみんなおってお酒飲んで飯食ってやってますんで、余計ね、だから普通の人が見たら、ああそんな会社なの大丈夫って思いもあるかもしれないですけど、本当にしっかりピッと挨拶、ね、コミュニケーションを取ってやっとるね、やっとる、うん、だからいいからこそだと思うし、まあ、よろしくお願いします、また見てねー。